こんにちは。サッカー日本代表は FIFA ワールドカップ2026アジア二次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選でサッカーシリア代表と対戦し 5-0 で勝利を収めた。韓国メディア朝鮮日報が日本戦を分析し、あるゴールをレーザーのようにボールが伸びたと称賛している。日本代表は前半を 3-0 で折り返したが、先制点は32分まで生まれなかった。23分過ぎに迎えた大チャンスも得点にはつながらず、ミッドフィルダー久保建英の右コーナーキックからゴール前で混戦となり、浮いたボールをフォワード上田綺世がヘディングシュートでゴールに押し込もうしたが、相手ゴールキーパーに引かれた。このボールをフォワード浅野拓磨がオーバーヘッド気味に蹴り込もうとしたが、うまく足に当たらず、さらにミッドフィルダー遠藤航もシュートしたがクロスバーに当たり得点を逃している。朝鮮日報はこのシーンをひどくゴール運がなかったと分析した。一方で32分に久保が奪った先制点に関してはゴールキーパーが手を伸ばしたが、あまりにもシュートスピードが速すぎた。47分には久保が FK で反らしたボールをディフェンダー菅原幸成が振り抜きゴールを決めている。同メディアはこの得点を菅原の右足のシュートがレーザーのように伸びてゴールネットを揺らした、日本がシリアを翻弄した瞬間だったと称えている。またスタメン出場で83分までプレーした日本代表ミッドフィルダー遠藤航が試合後のフラッシュインタビューに答えている。日本代表は32分に久保建英が左足での強烈なミドルシュートを突き刺し先制に成功。その後上田綺世が2ゴールを奪い3点リードで前半を折り返した。後半に入っても日本代表のペースは変わらず、47分に菅原幸成が強烈なミドルシュートを決めると、82分には伊東純也のクロスに細谷慎大が合わせてリードを5点に広げた。試合はこのまま 5-0 で終了している。シリア代表はが前半はロングボールを多用し、後半はよりショートパスをつなぐようになった。前半と後半で相手が戦術を変えてきたことを問われた遠藤は、彼らが時々ショートパスを多用することは試合前から分かっていました、後半は彼らがそういう戦い方をしていましたねとコメント。スカウティングでその情報を得ていたようで想定の範囲内だったようだ。続けて遠藤は、試合前から準備はできていたので問題はなかったです、だから勝てたと思いますと話した。日本代表のスカウティング、綿密な分析によって得ることができた勝利だったようだ。韓国メディアがライバルの試合を取り上げている。韓国紙は伊東純也が4アシストと見出しをつけて日本代表の大勝を伝えた。同メディアは序盤から日本代表が主導権を握った。32分には主役であるエースの久保建英が伊東純也のグラウンダーのパスを受けてペナルティエリア手前からシュートを決めて先制したと振り返っている。その後伊東の2アシストで上田綺世が2ゴールを決めて前半を折り返したと伊東の活躍にフォーカス。終盤に細谷慎大のゴールをアシストした。日本代表アタッカーについてフランスのスタッドランスで活躍中の伊東はこの日4アシストを記録したと称えた。また日本代表全体についてもミャンマー代表戦に続いてシリア代表戦も 5-0 日本代表は好調を維持していると伝えた。なお韓国代表は21日に中国代表と対戦し 3-0 で快勝。こちらもアジア二次予選で連勝スタートを切っている。またこの試合でフル出場を果たし勝利に貢献した日本代表フォワード伊東純也についてブラジルメディアブローボがマンオブザマッチ MOM に選出している。日本代表を率いる森保一監督は伊東純也や久保建英上田綺世などを先発起用。32分には久保が左足を振り抜き強烈なミドルシュートをゴールに突き刺して先制点を奪う。37分と40分には上田が立て続けに2ゴール決めて、47分には久保のパスから菅原幸成が追加点を決めた。さらに82分には細谷慎大も得点を決めて日本代表が 5-0 の勝利を収めている。この結果日本代表は歴代最多タイの8連勝となった。同メディアは日本代表の選手に10段階中 6.0 から 8.0 の採点をつける中で
伊東純也にはチーム最高評価となる 8.0 の点数を与え、 MOM にも選出している。寸評では現時点で彼が森保時代全体で最も有能な選手であることを繰り返す必要はないが、今日も伊東純也の最高の姿が見られた試合の一つだった。彼は代表チームで17アシストに達し、その中には今日の4アシストも含まれている。森保監督が就任して以来、この点で彼はリーダーとなっているとの評価を下した。さらには21日にジッタ、サウジアラビアで行われた26年ワールドカップアジア二次予選のシリア戦を終えた日本代表国内組の5選手、大挟間、前川、前熊、佐野、細谷が22日羽田空港機の航空空機で帰国した。5選手の中で唯一シリア戦に出場したパリ五輪世代の細谷は4対0の後半37分に A 代表初ゴールをマーク、5対0勝利に貢献した。同じ便で日本協会の田島幸三会長66も帰国。8大会連続のワールドカップ出場へ向け2連勝スタートを切り、心配していたのは私だけだったみたいです。選手たちはしっかりと危なげなく戦ってくれたとほっとした表情を浮かべた。また放送権料の高騰により地上波テレビ局や国内の動画配信サービスでの生中継がなかったことについて同会長は、僕らが同行できるレベルを超えていた。試合2日前に日本の放送枠がすぐ取れるとは想像してませんが、向こうのエージェントの方はそれができると思ってたのかもしれません。残念でしたけれども仕方がないと思ってますと改めて遺憾の意を表した。以下ネットの反応です。久保選手のゴールはまさにワールドクラスでしたね。中に切り込んで顔を上げてから一連のモーションのスピードが異常に速い。それであのコースにあの速度で蹴られたら強豪国のゴールキーパーでもそうそう止められないと思います。あんな高いエリアであれだけスペースをもらえればといった感じですが、素晴らしいゴラッソでした。中継がなかった中で韓国の記者は現地で見れていたのか。そう思うと自国でも同グループでもなくても日本の試合だけは向こうで記事としてそれなりに金になるということ、こういうところで良くも悪くも日本関連の記事の注目度がわかる。稲妻純也は点も取れるしアシストも決めてくれる。そしてあの快速、今の A 代表は伊東、久保、上田、そして三笘などが化学反応を起こして世界レベルになっている。このまま W 杯まで良い経験を積んで世界を驚かしてほしい。攻撃陣で一番安定して見られるのは三笘でも久保でもなく伊東です。あのシーンは入ってもオフサイドで取り消しになるから別に不運だとは感じない。それよりもこれのちょっと前の PK 疑惑が気になった。背中押されて倒れてるのにファールなしかよと思った。この人たちほど自分のたちのことを客観的に見れず他国に口出してくる国はないですからね。とりあえず分析とか余計なおよ話です。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て思ったこと、感じたことなど思ったままの本音をコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回お会いしましょう。